はい、皆さんお疲れ様です。浩介です。ということで、今回なんですけれども、こちらのホロライブ所属の赤いハートさんのプライズフィギュアね、これを上げていきたいと思います。で、そう、ハーチャマについてね、簡単に説明しておくと、まあ一応ね、ホロライブでの名前は赤いハートということで、ちなみにこの学生証はですね、ホロライブ検定っていう、ホロライブの公式な検定試験があったんですけど、その参加賞でもらったものですね。で、ホロライブの1期生のメンバーで、実はね、今活動休止してまして、半年以上ぐらいは配信とかをやってなくて、3月頃に開催されたホロライブスーパーエキスポのライブで公の場に出てから、まあ、ずっと休止してるっていう形なんですけど、そう、今回ね8月10日のハートの日にね誕生日ということで、まあ、最近発売されたリラックスタイムシリーズで一番新しいこのハーチャマをね開けていこうかなと思ったんですよね。で、そのハーチャマってねどんな人かっていうと、この赤いハートっていう人格とは別にハーチャマっていう、あの虫を食べたりね、とんでもない料理を作り出したりする、なんかこう奇想天外なキャラクターを持っていて、でそのはちゃめちゃな感じとこの清楚な感じをどっちも持ってるところがねまた面白いんですよね。で、とりあえずねまずこちらのコースターから開けていきたいと思うんですけど、これが何かっていうと、過去のねホロライブクッキングくじに収録されていた怪獣ですね。はい、そちらのラバーコースターになります。で、これはねおそらく自分がホロライブにハマる前に発売されたホロライブクッキングくじで、まあ、メンバーを見てもわかると思うんですけど、一番最後があのウルハルシアさんっていう元ホロライブ3期生のメンバーで、今はもういないメンバーで、かつ3期生までしかいないっていうことで、そう、これがねまあその辺の時代にね発売されたクッキングくじなんだなっていうのはねちょっと想像できますよね。駿河屋でねこのイラストを見た時にもう一目惚れしてね思わず買ってきちゃいました。そう、これめっちゃ良くない？これハーチャマのコースターなんですけど、ちょっとさ挑戦的な感じっていうかさ、ペロってしてるところがね、このハートマーク作ってるところが、いやこれすげえいいなと思って、もう普段そのくじの解消なんて自分で買うことはないんですけど、これはねちょっと思わず買っちゃいましたね。で、このフィギュアをね開けていくんですけど、まあそう、最初に説明した通り、このハーチャマっていう方がまあ今ねあの活動を休止してるんですけど、このリラックスタイムシリーズではこのハーチャマが最新なんですよね。まあなので、あの正直ねゲームセンター行くとこれまだいくらでも並んでるんですけど、あの自分の力で取れる自信がなかったので、もうねすぐ買っちゃいました。はい、ということで、このハーチャマ箱から出していきたいと思います。で、このハーチャマなんですけど、秋葉とかで、まあ、展示されてるのは見たことがあって、その時にね以前同じ1期生の夜空メルさんっていう方のリラックスタイムフィギュアもね買ってきて開封したんですけど、それと同じで、そうめちゃめちゃクオリティ高そうだなと思って、このハーチャマのフィギュアねずっと欲しかったんですよ。はい、袋から出してみるとこんな感じです。いや、めっちゃいい。見てこれ、めっちゃ出来がいいって、マジですごい。いや、ハーチャマかこれ、赤いハートかどっちかわかんないけどいや本当にね素晴らしいものをお作りになりましたね、これは。で、ちょっとね一周見ていこうと思います。はい、こんな感じで、まあ、リラックスタイムっていう名前にある通り、ちょっとこう、寝巻きみたいなのを着てる、このホロメンがね、フィギュアとして収録されてるんですけど、その、まずね、ハーチャマって、こういうフィギュアとして登場することって、今までほぼなくて、で、まあ、そんな中でこのね、出来のいいプライズに登場してくれたのが、もうめちゃめちゃ嬉しいですね。あの、3月ぐらいに開催されたホロライブスーパーエキスポだと、このフィギュアってね、色ついてなかったんですけど、まあ、今回この色付きのフィギュアを見て、まず思ったのはね、いや、すげえ出来いいって思いましたね。正直白黒だとあのフータンなのかなって思うぐらい、あんまりこうなんかハーチャマって一発でわかるような特徴的な感じじゃないのかなって思ったんですけど、いやこれはめちゃめちゃ嬉しい。はい、近くで見るとこんな感じです。そう、この目の感じがもうハーチャマなんだよな。髪の流れ方とかね、いやすごくいいねこれ。そうね、ハーチャマ今あの大学生なので、理系の大学がね忙しいのかなって思ったんですけど、なんかそうでもないのかもしれないっていう感じの、んなんだこれ、あれここあれだな。これあれか、ちょっとここにさ三角っぽくなってるけど下着の形がちょっとわかりますみたいな、そういうタイプの演出なのかな、これ。そういうことしてくんの、このフィギュアって。はい、ちなみにね上から見るとこんな感じです。で、ちょっと一周回ってみると、はい、こんな感じですね。そう、すごくいい出来ですよ。で、これがね以前にレビューした同じ1期生の夜空メルさんなんですけど、そちらのリラックスタイムと比較するとこんな感じです。そう、この2人はね特に自分の中で出来がいいなと思ってたので、いやこうして並べられるのはねめちゃめちゃ嬉しいですね。まあどっちのフィギュアもねプライズフィギュアとしてはね結構ずっしりしてて、どっちかっていうと大きめの部類なのかなって思うんですけど、やっぱりねそうかなり存在感があってね、個人的にはめっちゃ嬉しい。はい、ということで今回はホロライブの赤いハートさんのプライズフィギュアをね開封していったんですけど、いやもうこれはね大満足な出来でした。地味にあの
以前に開封した夜空メルさんと違って、あの下着の作り込みがとんでもねえなっていうのがね、一番びっくりしましたね。でね、まあはーちゃんはまだ現在進行形で、あの活動休止してて、まあ8月10日の誕生日の日も、まあちょっとその1期生のね、他のこの夜空メルさんとか、あとはふぶちゃんとかね、そういう1期生のメンバーからメッセージはあったんですけど、まだこう本人は活動を休止している状態ということで、またあの元気な姿で配信が見たいね。みこちとはーちゃまのコンビはね、めちゃめちゃ熱いので、またぜひね、その組み合わせで、まあコラボしてくれることを願ってますという感じです。そう、あの現役大学生でもあるので、そっちもね頑張ってほしいけど、やっぱねいろいろね大変なのかなと思うところはあるので、あの第三者が何言ってんだよって感じだけど、いや本当にね、その大学の方も頑張りながら適度に休んでね、またちょっとね配信で元気な姿を見れたなと思います。ということで、この動画を見た方はいいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバーイ。